久保さん。いやー、福本作品は勉強できますよね。福本作品よかったなー。黒沢にしましょうか。黒、いや、班長にしましょうか。班長っていう漫画本番あるんですけど、僕は班長のね、あのー、あれが好きなんですよね。あの、一番いい飯を食うのは俺たちだっていうね。 まあ、生きてると辛いこともあるし、楽しいこともあるし、どちらかというと辛いことの方が多いんですけど、辛いことをたくさん経験した方がいいことがあった時倍増するっていう、この人間の心理、真相心理ですね。うん。毎日大好きなステーキを食べていたら、多分、シャバに出てね、シャバに出てうめーみたいなね、感じないわけですよ。毎日ステーキ食ってたら。だけど、たまにね、もう、しゃあの、地下帝国で、 過酷な労働をして、そして食べるっていうね。そう。あの <laughs>、なんだ。あの、班長が、あの、昼間っから、昼間っからビール、ね、休憩中にスーツ着ながら <laughs>。あ、班長のね、生き方ってね、あれ人生の哲学だと思いますよ。うん。これ今ね、イチローさんのまた聞いてるんですけど、イチロー選手も言ってるんですけど、2月1日に日本では、 あのキャンプが始まるとでアメリカ行ってから2月1日は俺ゴルフにゴルフだから班長ですよねイチローは班長みたいなねで2月1日は日本だったら今からみんなキャンプやってんだろうな俺はゴルフだぜみたいなその優越感を楽しむっていうね <laughs> そうであとはみんなが休んでる時にやるっていう俺はみんな休んでる時やってるぜっていうまあそれも優越感っていうかだからこれ生きる上ですげえ大事なことを班長から学べると思うんですよね うん、人生をよりよく楽しむための,あの攻略っすよね、うん。班長いいっすね、うん。でもなんかこの話をすると、いや、辛いことしかないんですよ、みたいな話があったりとか、うん、あると思うんですよね。いやた、大変なことしかないし、辛いことしかないしっていうところで、ただしそれは自分でただ選んでるだけであって、 あの、辛いを幸せに変える道を歩んでるかだけですよね。単純に。それはそうですよね。工場でずっと働いてて、給料少ないんですよ。うん。それは給料少ないよね。って。あなたが選択してんだからっていう。うん。じゃあ、弁護士になればいいじゃないですかと。いや、それは、みたいなね。私には。え、それって誰が選ぶんですかっていう。 別にネットビジネスやらなくても、リアルビジネスで高級取りの仕事っていうのはあるわけじゃないですか。どうですか別に。うさんくさいと思うんだったら、ネットビジネスうさんくさいと思うんだったら別にやんなくてもいいですよ。ね何でもいいわけです。別に職種いっぱいあるわけじゃないですか。別に年収1000万を超えるサラリーマンもいるわけですよ、世の中には。それを選ぶか選ばないのか、そして選んでその道に行けるかどうかを歩んでるかどうかはあなた次第ですよね。うーん。 だから結局は全部の自分の人生は自分の選択であり自分が今辛いんであるならばその辛いっていうところを辛いのままで終わらすのか終わらさないのかっていう話ですね今のまま変えない変えないんだったら変わらないし変えようと思えば変わる可能性は出てくるとでも変えない変えないことを決めてるんだったら変わらない可能性はゼロと変わらない可能性は100%っていうことですね 工場でずっと働いていてもあ、ずっと給料はアッパーはあると。工場長になっても、まあアッパーあるでしょうね。うん、ネットビジネスはアッパーないです。うん、これはね、光くん君も言ってましたよね。光くん君が工場で働いてた時に考えた結果、俺ここで一生懸命やってもアッパーあるぞと。だ、うん、から稼ぎ方変えないと絶対無理だなと。っていうところに気づいたっていうね。うん、気づいてますか でも気づいても行動に取る人と行動に取らない人もまた出てくるんですけど気づいたんだったらやれよという気づいてなんて気づいてないんだったらそれはしょうがないと気づいてないんだからでも気づいたんだったらやれよと気づいてんだからすごくシンプルですよねうんだからこの億万長者合宿のやりとり見てるってことは気づいてるはずです何かしらこのままじゃいけない変わらないといけない工場で働いてたら給料上がんないな何か気づいてるはずですじゃあやれよっていう話ですねいってらっしゃい